龍介、バイキン浩司、TTV、ダウンタウン番宣拍手
いやもうね、あえて言いましょう。素敵なソロ回しでしたが、合わせの後半間違えたことは誰も忘れません。いやもうね、あの枠はあの4人目のメンバーの方が担ってると思ったんですけどね、あの枠がなくなって、あの正確無比なルーティンがこれからは DTV3 人が継いでいくのかと思った矢先に、まさかの残り6-8に悪魔がいましたね。いましたね。在庫配信の方はそのシーンをもう一度リプレイでどうぞ。はい、ということでありがとうございます。これはね、あの在庫の配信を見てね、思いっきり笑っているだろう鍋田の笑顔がね、もう本当に容易に想像できます。ありがとうございました。こちら高知大輝、鈴木雄介にいますダウンタウンパースでした。